ジャン・アメデル・フロワド・メーローはフランスの音楽家。生涯の半分をフランスのルーアンで過ごし、そこで作曲家、ピアニスト、著作家、教育者として様々な音楽活動を行った。現在では60の大練習曲の作曲者として知られている。ニコラ・ジャン・メローは1802年9月18日にパリの貴族の家庭に生まれた。 父のジャン・ニコラと祖父のニコラジャンは共に音楽家で前者はオルガニスト兼教師、後者はオラトリオやスータのカンタータを手掛けた作曲家であると共に国民音楽学校の教授であった。母はマリー・アントワネットの首飾り事件で訴訟を起こした弁護士の娘であった。メロンは両親から弁護士業に就くことを望まれ、 幼い頃から文学の教育を受けさせられていたが、その一方で父からピアノを習い、10歳の頃からはアントニーン・レイハのもとで家政学を学んだ。14歳の時には父の計らいでリショアルト社から初めて作品が出版され、中でも女装と華麗なるポロネーズは番を重ねた。シャルル・マーニュ高校を修了した後は再びレイハのもとで 大宝と冬河を学び、研鑽を積んだ。青年期のメローは、ビルトゥオーゾ、作曲家、教師として輝かしい成功を収め、1828年には、友人であり、同窓生であった、考古学者、シャルルル・ノルマンを介して、ボルドー男爵の音楽教師の職を得た。さらには、レカミエ夫人が取り持つサロンに加わり、貴族階級の世界で、人間関係を築いていった。 しかしながら、1830年には、フランス革命の影響によりこのような豊かな日々に終止符が打たれ、それまでの職も失い、以降数年間は、パリを離れベルギーやイギリスを転々としつつ、ビルト王像や教師として様々な音楽活動を行った。例えば、1832年には、友人のショパンと共に、メローのプレオクレールによる連弾曲を、 たびたび演奏したことが知られている。1835年になってメローは、それまでの波乱に満ちたビルト王像としての生活を手放し、ルーアンを定住の地に決めた。そしてその地で、作曲家として、ピアノ独奏曲、室内楽曲、双言ミサ、カンタータなどの作曲、及び古典音楽や世俗曲の編曲などを行うとともに、音楽長日家としても、ルーアン新聞等に、 多数の記事を寄稿した。1874年4月25日、3年来、わってきた肺の病により71歳で、永明した。メロウの死を受けて、ルーアン市議会は10メートル四方の土地を、彼の墓とブロンズ郷像の建設のために、永久的に譲渡することで、満場一致で可決したとされている。1637年から1790年の、 クラブ参奏者たち表紙彼の120余りの作品の中で最も大規模で現在でも知られているものは厳格な様式と自由な様式による60の性格的基層曲からなる大練習曲集である。この練習曲集はジグや前奏曲とフーガなどといった古典的な形式からサルタレド、タランテラなどの舞踊曲、そしてソナタ、トッカータ、バラード、スケルツォ。 野草曲、さらにはピアノ競争曲に至るまでの様々な様式に基づく練習曲が集められており、難易度も中程度のものから演奏指南のものまで幅広い。彼の友人でパリ音楽院ピアノ科教授であったアントワーヌ・マル・モンテルは、この練習曲集をクレメンティのグラドゥス・アド・パルナススムに並ぶ重要性と音楽的価値を有するピアノのための大練習曲と評している。 メローは、批評家、著作家として様々な本を表したが、中でも彼が編纂した古典鍵盤曲集、1637年から1790年のクラブ参奏者たちは特筆すべきである。これは、1637年から1790年に至るまでの古典鍵盤作品の中から、バッハやクープランをはじめとしたクラブ参奏者の作品を選出し、 19世紀において、一般的な寄付法で書き直した上で、時系列順にまとめ上げた曲集であり、メローの古学研究家としての集大成として高く評価された。現在でも、世界各地の図書館に所蔵されており、当時世界各地で広く読まれたことが伺える。以下の作品表は、1878年に出版されたメローの著書バルヤテ・リトレル・ ET。 ムシカレイスの端末に付された作品表によるものである。ただし、実際の楽譜と比べて明らかに誤りと判断した部分については修正した。また、端末の作品表には作品118までしか記述されていなかったが、スペイン国立図書館で遺作として作品121が確認されたので、それも記した。詳しくは注釈を参考のこと。 パリ音楽院の前身この作品は、アメデ・メローと、ベルギー出身のバイオリニスト兼作曲家のアンドレ、ロベレックツの合作である。フランスで一般によく知られた子守歌を主題にした変奏曲。この時代の曲には珍しく、最後に、PPPP が現れる。二つの夜とは、1829年に出版された、フランソワードリアン・ボイエル・デューによる三幕からなるオペラである。 このメロの変奏曲の主題は、このオペラの第2番の主題による、作品63から44と、ほぼ同一。59番は、ピアノと還元楽のための楽曲だが、還元楽の楽譜は、現在知られている版には付されていない。しかし、還元楽の旋律がピアノ譜に補助的に記入されており、ピアノ独奏でも演奏が可能になっている。マーマンテル1878 ピアニッシ八86から87マーマンテル 1878P87 フェティ 1867P92 マーマンテル 1878P88 マーマンテル1878ピアニッシ八88から89マーマンテル 1878P92 ありがとうございます。